あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。さあ問題。仮面ライダーディケイドが変身に使う変身ベルトの名前はさて何でしょう。ディケイドベルト、ディケイド、はい、こちらです。変身ベルト、デラックスディケイドライバー。やあどうも、変身やる様だぞ。今回遊ぶのは変身ベルト、デラックスディケイドライバーだ。発売日は2009年1月24日。価格は税抜き6,685円。10人の仮面ライダーに変身できる究極のベルトが登場。付属の10枚のカードで10人のライダーの変身音が発動。別売りの仮面ライダーカードに対応する約60種のセリフ、サウンドを内蔵しているぞ。さあ、早く遊ぼうぜ。はい、というわけで平成仮面ライダー10周年記念作品、仮面ライダーディケイドの変身ベルト、デラックスディケイドライバー、はい、仮面ライダー10人の仮面ライダーに変身。仮面ライダークウガから仮面ライダーディケイドまで 10作品、10人の仮面ライダーに変身することができます、上、仮面ライドカード、ライダーカードが10枚ついてくるのかな。はい、ディケイド、ディケイド、後ろにはレジェンドたちがいますね。レジェンドたちがいて、はい、下ね、ずらっという風になっています。後ろ、はい、この頃はまだね、仮面ライダーバトルガンバライドなんですよね。ガンバライジングじゃないです、ガンバライドで、まだねガンバライドが始まったばっかりなんですよ、この発売された時期が、第2弾ぐらいで、まあ、第3弾第4弾でどんどん新しい仮面ライダー追加になりますよみたいな時期だったわけですね。見てくださいね、ほら、なんか第3弾から対応とかね、カブトとかは第4弾とかでしょね。はい、まあこういう感じでカードを入れて回すことで仮面ライダーディケイド、はい、開けましょう。よし、出そうぜ。出しますよ。じゃんじゃじゃん。いつもの板を取る。説明書も取る。イエーイ。ライダーカードが10枚入っております。じゃんじゃん。ディケイド、クーガ、アギト、リュウキ、ファイツ、ブレイ、ヒビキ、カブト、デンオウ、キーバ。まずはベルトのバックル部分。よし、おっとっと、ああそうか、そうだ、こういう感じだったわ。今出して気づいた。そうだね、これは着脱できないタイプのさ、こうついてる感じね、こうね、ガシャンガシャンできる。はい、そして、はい、本体部分、本体部分剥がすか、この際だ、剥がしちゃう。うわ、ピッカピカ、やった。はい、これをここに、待って、こうか、こうしてこうセット、いいね。そしてベルト止めと、もう一方のベルトサッサッで、こっちに、まあ、ベルトの先にベルト止めを入れてで、ベルトを止めるだろ、止め、武器用かちょっと止めて、ベルト止めを武器用、はい、で、ここに刺す、ね、このままいきます。せーの、ガッチャン、ね、外すときは上下のボタンを押しながら外す。で、まあこうやって巻くわけですよね。まあ届かないけどね。さあ、それじゃあ電池を入れましょうか。まずは開きますね。開いて、ここにボタンがあるので、これを押しながら引っ張ると本体が取れます。裏に電池蓋があるので、ここを、開けて電池を入れます。はい、入れましょう。武器用か武器用か
単4電池が2本で、元の位置に本体をガシャそして閉じる。で、はい、ここね、電源を入れますと、その前にベルトを詳しく見ていなかったのでちょっと見ていこうか。まずこっちから見ていこうか、はい、ガンメタリックの色がねすごくかっこいいですね。青、赤、緑ね、なんか意味あったかな、なんか意味あったような気がするな、忘れたわ。まあね、ところどころね塗装が剥げてるんですよね。初期不良じゃなくて僕が、遊んでいるうちに剥がれたんだ。はい、ぐーっとね、まずはボネコのね周りについている各仮面ライダーの紋章ですよ。クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイブ、ヒビキ、カブトロ、デンオウ、キバ、ね、年代順に並んでます。こっちね、上ディケイド、ディケイドでしたね。ここが電源スイッチですね。裏、はい、まあ、この模様なんとなくこうね、あれを思い出すでしょ、あれ、本編のあの最後の辺ら辺ね。で、まあ、さっきから何回もやってるんだけど、ここが取っ手になってるんで、これを引っ張るとね、開きます。そしてここが本体が回転する。そして、閉じると、ね、回転して元に戻る。電源入れようか。電源を入れると光ってなります。いきます、せーの、光った、開く、閉じる。これ本体外すときなんか言ったっけ。外してみようか。うん、何も言わない、何も言わない。よし、じゃあ変身しようか、ね、まずはベルトを開きます。そしてこのカードを裏返す。そうするとね、それぞれの仮面ライダーの紋章が出てくるので、これをこうです。いきます、入れます。仮面ライド、そして変身待機音が鳴っている間にベルトを閉じると、いいっすね、ディケイドの変身音声が鳴りますと。まあ、必殺技とか特殊技とかも全部カードでやるから、まあこのまんまじゃできないんだよな。まあ、できることといったらこのライダーカードを使って、ね、仮面ライドすることができると。仮面ライドの方法は簡単、ベルトを開いてカードを抜く、そして新しい、ライダーカードをシャキーン、ジャキーン、仮面ライド、そしてベルトを閉じる。まあ、このシャキーンという音はね、それぞれの仮面ライダーの変身音声なんですよ。どんどん行こうか。はい、じゃあ次は、はい、アギト、はい、仮面ライド行きます。あ、間違えた、仮面ライド、大丈夫、今の大丈夫だった、アギト、はい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 。そして次に、はい、リュウキ、シャキーン、シャキン、あ、待って、何？エラーが出るから気をつけて、ちゃんと入れないとね。あ、ダメなの？何がダメ？あ、できた。仮面ライド。うん。よし。そして次に、こちらですね。ファイズ、ファイズ行きましょう。いきます。あー、いいっすね、いいっすね。はい、次に、はい、こちら、はい、ブレイド、はい、変身、あ、ダメです、待って、ね、オッケー、仮面ライド、はい、次行こう、どんどん行こう、どんどん行きます。次に響き行きます。どんどん、はい、響きだ、どん、いきます、カブト、仮面ライド、カブト、あー、いいっすね、いいっすね、この音いいっすね。さあ次に行きましょう。はい、こちら、デンオウ、はい、
おなじみのあの音ですね。はい、そして、最後こちらキーバーね、いきます。仮面ライド、いいっすね、いいっすね。で、まあこれがね、ディケイドの姿が変わる仮面ライドなんですよ。ただその他にも、特殊技を発動するアタックライド、そして必殺技を放つファイナルアタックライド、ね、他にも超特殊攻撃みたいな、あのなんか、ね、他の仮面ライダーを変形させるファイナルフォームライドとかね、あとは、他の仮面ライダーのフォーム違いになることができるフォームライドなんかもありますと。で、まあそういったライダーカードを入手するためには仮面ライダーバトルガンバライドをプレイしたりとか、ね、あとはソフビやおもちゃ、ね、いろんなものを買って集めてねってことなんですよ。今日は見てくれてありがとう。ありがとうございます。次の動画に行く前にぜひチャンネル登録をしていってくれ。というわけで仮面ライダーディケイドの変身ベルトデラックスディケイドライバーで遊んでみました。いかがだったでしょうか。懐かしいと思った方多いんじゃないですかね。見てくださいよ、このディケイドのカードのこのボロボロ具合、ここがね、やっぱねここがボロボロになるんですよね、どうしてもね。はい、ちょっとね、まあいろいろ探して、僕がもしガンバライドカードを持ってたら別動画で出したいと思います。お楽しみに、最新動画がこっち、おすすめ動画がこっち、よかったら見に行ってください。それではまた次回、バイバイ。次回はケータッチ。